GW19521 は2つのブラックホールの合体によって発生した重力波信号である。2019年5月21日午前3時2分29秒に重力波検出装置のリゴとバーゴによって検出され、その後2020年9月2日に発表された研究でこの信号が重力波であることが確認された。この重力波は天球上において 髪の毛座、両腱座、頬座付き金の765平方度の範囲内で地球から約170億光年離れたところで発生したとみられる。重力波を発生させた2つのブラックホールの質量は、それぞれ太陽の約85倍と約66倍で、合体が起きる前のブラックホールの質量としては、それまで観測された中で最大である。 結果として合体後に形成されたブラックホールは太陽の142倍の質量を持ち中間質量ブラックホールの存在が直接的に検出された初めての事例となった。合体後のブラックホールと合体前の2つのブラックホールの質量の合計との差から太陽の約8倍分の質量がエネルギーとなり重力波として放出された。 この重力波は70億年以上前に発生したと考えられている。GW19521 は合体した後に形成されたブラックホール、そして合体する前の片方もしくは両方のブラックホールの質量が重要な発見となった。太陽の100から1万倍の質量を持ったブラックホールは中間質量、ブラックホールと呼ばれるが、それまでの観測では、 その存在を示す、間接的な証拠しか得ることができておらず、中間質量、ブラックホールが、どのようにして形成されたかは分かっていなかった。この重力右派の観測チームのメンバーの一人である、ノースウェスタン大学のバセリッキー・キャリゲーラは、これは、中間質量、ブラックホールが誕生した時の質量を、最初かつ唯一、確実に測定したものだ。今、我々は、 他のブラックホールとの合体を通じて、そのような天体が形成される方法を少なくとも一つ確実に知っている。と述べている。さらに現在の構成進化論では、太陽の130倍以下の質量を持った大質量の構成の超新星爆発によって形成されるブラックホールの質量は太陽の65倍以下、一方で太陽の200倍以上の質量を持つ。 恒星が超新星爆発を起こさずに、直接、ブラックホールになるとその質量は、太陽の120倍以上になるとされているが、太陽の130から200倍の質量を持つ、恒星は、対不安定型超新星を起こし、その爆発後には何も残さないと考えられている。そのため、一つの恒星の死から直接形成される、ブラックホールでは、質量が、 太陽の65から120倍のものは形成されないと考えられている。しかし GW19521 を発生させた2つのブラックホールはその範囲内の質量を持つことから重い方もしくは両方が過去にもブラックホール同士の合体によって形成された可能性が指摘されている。g w 五百二十一が重力波であると正式に発表される。 約3ヶ月前の2020年6月に天文学者は超大質量ブラックホールの近くで GW19521 の引き金となった2つのブラックホールの衝突と大まかに関連していると見られる選考を観測したと報告した。この選考はアメリカ・カリフォルニア州のパロマウテン問題で行われている争点観測 スビッキートランジェントファシリティによって検出された。先行と重力波の二つが実際に関連している場合、この先行は二つのブラックホールの合体によって発生した小さな光を初めて捉えたものであることが示されている。ブラックホールの合体では光は通常放出されない。この光が発生した原因として二つの 小さなブラックホールの合体によって形成された中間質量、ブラックホールが、近傍にある無関係の超大質量、ブラックホールの周囲にある荒着円盤を通過して、円盤の材料が破壊されたことによって発生した可能性が考えられている。中間質量、ブラックホールは、秒速 200km の速さ、侵入角度約60度で円盤を移動したと推測されている。 これが事実ならば、中間質量、ブラックホールが再び光着円盤を通過すると考えられる。約1.6年後に、その光がまた発生すると予測されている。この研究チームの主任天文学者であるマシュー・グラハムは、先行は重力波現象と同じタイミング、同じ場所で発生した。我々の研究では、先行は、 ブラックホールの合体の結果である可能性が高いと結論づけているが、まだ他の可能性を完全に排除することはできない。と述べている。ありがとうございます。